ちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アースソウル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアースソウル行きました。続いて前へ行くのはダイタクヘリオス、さらにはミュージックアップ、13番ハワイアンウィング、その後ろ。それでは先頭からアースソウル先手を取りました。その隣にミュージックアップ、その外からハワイアンウィング、その後ろにグロリーシーン。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。前に戻りましょう。ハワイアンウィング先手を取りました。その後ろからはアースソウル、青の帽子、ミュージックアップ、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。先頭に戻りましょう。ハワイアンウィング先手を取りました。その外からグロリーシーン、前はハワイアンウィング、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。ダイタクヘリオス、ハワイアンウィング2番手に控えました。8番バンブーメモリー、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか、後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ダイタクヘリオス先頭、これは強い。2番手はバンブーメモリー、ダイタクヘリオス先頭だ。ダイタクヘリオス1着、ダイタクヘリオス完勝。ダイタクヘリオス1着、2着はバンブーメモリー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダイタクヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ゼニックスクリーン、これは遅れてしまいました。さあ先行争い、ダイタクヘリオス前に行きそうです。オープニングサンダース、それに続いています。さらにはムードタイム、2番マニックアロー、その後ろ。スピニングスクリーン、後方からの競馬。それでは先頭から、先頭はダイタクヘリオス、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。黄色の帽子、オープニングサンダース、その後ろ。すぐ隣にサンライズマンボ、すぐ後ろにスピニングスクリーン、マニックアロー、そのうちに続いています。その外にムードタイム、その外からフィルビーチャート、その後ろにサンシャインマシーン、クイックアリーナ、そのうちに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ8番ダイタクヘリオス、2番手はステイニエイル、ムードダーク3番手。さあダイタクヘリオス、このまま逃げ切れるかどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はダイタクヘリオス、ムードタイム続いています。内からはムードダーク、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ダイタクヘリオス先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はフリオロ、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、やはりダイタクヘリオス先頭だ。ダイタクヘリオス先頭、2番手はフリオロ、先頭はダイタクヘリオス、1着で降臨。ダイタクヘリオス1着、2着はフリオロ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダイタクヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ファッションミラクル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダイタクヘリオス前に行きそうです。サドンコート、それに続いています。さらにはファッションミラクル、14番ハイエデン、その後ろ。前に戻りましょう。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはファッションミラクル、1番ダイタクヘリオス、2番手を追走、すぐ後ろにサドンコート、ダブルレッド、そのうちに続いています。その外にハイエデン、並んで13番ハニーベスト、セイントルーデンス、この馬もこのグループ。すぐ隣にアロハブレード、その横にハワイアンゲーリック、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。この辺りで先頭が変わりました。ダイタクヘリオス、ここで先頭が入れ替わりました。ファッション
ミラクル、大宅ヘリオス2番手に控えました。最後の追い比べ、先頭は大宅ヘリオス、突き放しにかかります。2番手はパッションミラクル、パッションミラクル必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 大宅ヘリオス先頭だ。残り 100m、 後続が大きく離れました。2番手はアロハブレード、大宅ヘリオス独走、大宅ヘリオスぶっちぎりです。大宅ヘリオス1着、2着はアロハブレード。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。大宅ヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠の宝永ソブリ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。田中隼人、これはいいスタートを切りました。ジョーロアリ、この馬も好スタートを切りました。大宅ヘリオス、前に行きそうです。これに続いてダルシスノワール並んで17番、田中隼人、その外に宝永ソブリ、占領役者、そのうちに続いています。並んで10番、ザッキーゲラ、メジロマーシャス、すぐ後ろ、その外にミスターブルックス、ミュージックタイム、そのうちに続いています。黄色の帽子、名称アスペン、その後ろ、その外からレッツゴーターキー、その後ろにインターアリバート、しんがりから最上チャンピオン、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでナルシスノワール先頭に変わりました。宝永ソブリ、ほとんど差がありません。日高隼人、3番手大宅ヘリオス、これはいい位置につけています。先頭変わって大宅ヘリオス、大宅ヘリオス先頭、2番手は宝永ソブリ、追いすがります。やはり大宅ヘリオス先頭だ。大宅ヘリオス先頭、あと 200m、 大宅ヘリオス先頭だ。大宅ヘリオス差を広げる。2番手はバリエンテ、
Thank you.